いすみ市は千葉県の南東部に位置する市。台東三崎から南方の海岸部は南房総国定公園に指定されている。大原漁港沖合には日本最大級の岩礁群がある工業場であり、伊勢海老の漁獲量は日本一である。八幡岬、三崎、平成の大合併によって2005年12月5日に、いすみ郡いすみ町、大原町、三崎町が合併し、 千葉県内34番目の市として誕生した。千葉県内において、名前にひらがなを用いた市町村は、いすみ市が初であり、唯一の存在である。地域経済循環を拡大しての雇用の創出、地域資源の価値を再認識しての地域所得の向上、都市通勤圏にある自然豊かな地域性を活かしての人口減対策、豊かな自然環境、 子育て支援の充実を発信しての地域の魅力の向上を目指した地方創生に取り組んでいる。大原漁港沖合には機械根と呼ばれる日本最大級の岩礁群や海中林がある。面積は約120平方キロメートルで、水深は20メートル程度と魚介類の生息に向く適度な浅さである。 親潮と黒潮がぶつかる海域でもあることから1900年代後半は宝の海とも呼ばれ、多種多様な魚をはじめ伊勢海老やサザエ、アワビなどの海産物の宝庫で工業場となっている。特に伊勢海老は外房伊勢海老と称され、プライドフィッシュ、千葉県水産ブランド、いすみブランドに認定されている。交通事情を見ると、鉄道では東岸に沿って JR 外房線が走っている。 大原駅から千葉駅までは普通列車で所要時間65分程度、特急和菓子で、蘇我駅までが40分、東京駅まで1時間10分である。大原駅は内陸部へ向かう泉鉄道泉線との乗り継ぎ駅でもある。泉鉄道は名の花列車としても知られる。千葉県南東部に位置し、県庁所在地である千葉市から約45キロメートルの距離である。 東京都の都心から70の80キロメートル圏内である。なお、東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインもしくは、東京湾フェリーを利用した場合が、移動距離の短縮となる。茂原市への通勤率は10.2%。北東部には、九十九里平野の南端に位置する、台東岬があり、ここで九十九里浜は終わる。これより、南方は、 少しずつ丘陵地になっており、沿岸部は南暴走国定公園に指定されている。北東部では稲作のほかに梨栽培をする農家も見られる。南西部はなだらかな暴走丘陵に連なっており、荒木根山や地域最高地点が所在する。中央部には溜池や河川水を利用した水田が広がる。南部では特に国道128号沿線から海岸まで。 丘陵地が続き、磯海岸になっている。東市内を、塩田川と支流の新田川、泉川と支流の落合川、桑田川が流れる。穏やかな起伏の丘陵地の多日には、水田が見られる。丘陵地には、泉地域に荒木根ダム、大原地域に東第一、第二ダム、三崎地域に三崎ダムがある。古代古代の東地域は、維人国と呼ばれていた。 日本初期、安堪天皇元年の城には、維人国の国の宮津子の維人枠後の真珠献城が、遅れ、尋問のため都に登った国の宮津子が、春日皇后の神殿に逃げ込んだが、その罪を免れるため自らの領地を献城し、維人宮家となったという記事がある。この時の真珠は、アワビの中にできる真珠と考えられ、当地域から大和朝廷に、 アワビや真珠などの海産物を献上していたと推測される。また、類寿国史、公認7年8月23日の上には、エビス群がの諸施設で火災が発生し、少燥60棟が焼け落ちたという記載があるが、この少燥の数は他の群がに比べて極めて多い。これらのことから当地域は古代から海産物や農産物が豊富であり、 朝廷にとっても重要な地域であったと考えられる。中世鎌倉時代以末、前奏として有名な武装祖籍がこの地で陰性生活を送った。武装祖籍は、賢治元年に伊勢国に生まれ、その後海の国に移り、九歳で出家、二十歳で全州に入門し、武装祖籍と名乗り案者に出て、全国各地を遍歴した。祖籍は、五代五天皇など七代の天皇、 上皇からキ恵を受け国志望を賜り、足利高氏、忠義兄弟ら寺の権力者からもキエを受けるなど、当時を代表する瞑想となり、鎌倉随戦寺、甲斐の江林寺、京都天竜寺などを解散する。また、策定家としても有名で、解散した寺院以外にも、京都裁放寺などの庭を策定している。現行3年1月、横須賀の白仙案から戦長層の王日の、 大公安に移り住み、小中2年の秋、五代醐天皇に壊れ、京都南禅寺の十字となるまでの約2年半、この地で陰性生活を送る。長い修行の終着地が大公安だったと言える。現在も祖籍が修行のためこもったとされる座禅靴が残り、奥壁には祖籍が自ら刻んだとされる金木靴の国名が確認される。 座禅屈の前方には、太しでらがあり、祖籍のものとされる下茶に量が伝わっている。農民という地名は祖籍。戦国期になると、数佐時氏が当地域を支配するが、その領域は、現在の泉市域とほぼ重なる。時市の勢力は、決して大きくなかったが、県内でも、屈指の中世上郭満期城を築き、長南、武田市、安房の里見市。 マサキをはじめとする周辺の勢力と渡り合った。トキは、トキタメよりが、当主の頃に最盛期を迎え、満ン城を拠点に泉川流域に、多くの市場を築き勢力を拡大していった。満ン城は、泉川を堀の代わりにし、水運も利用でき、城を築くには、絶好の立地条件にあった。満ン城は、幾度か周囲の敵に攻められたが、 落城したという記録は残されていない。最終的には、天正18年の豊臣秀吉の小田原征伐で、ためよりの子、頼春が小田原北条氏側に属したため、豊臣方に包囲されて開城したものと思われる。一時、徳川四天皇の一人、本田忠勝が入場したが、大滝町に移った後は、廃城となった。近世本氏による支配では、特に、 本田忠友の第二、神殿開発が積極的に進められた。地域の多くは大滝藩の領地であったが、本田氏の天保後は大滝藩、刈谷藩をはじめ、旗本領や各藩の飛び地領に細分化された。著名な領主としては、岩熊村を領した東山金四郎家が挙げられる。江戸時代の中期になると、沿岸地域では地引網漁が盛んになり、 にぎわうようになった。それを裏付けるように、大原から、三崎地域周辺の寺社には、多くの大量絵馬が奉納されている。この頃には、五国豊穣大量祈願をする祭礼も行われるようになり、市内でも、大原裸祭り、中根六社祭、上ず十二社祭などが現在にも引き継がれている。江戸時代中期、現在の三崎町長者地区では、宇佐美水、 中村邦香に代表される儒学者を輩出した。中村邦香は、暴走各地をめぐり、自社や史跡、伝承を再録した地史、暴走資料を編纂した。暴走資料は、特本作家、極定馬金が、南宋里見八賢伝の執筆にあたり大いに、参考にした。江戸時代後期には、波の威八として、有名な彫刻師である、武井八郎信義が、 炎熟期から晩年までの間、雪本寺や飯綱寺などに、傑作の乱魔彫刻を彫った。なお、伊八の波の作風は、浮世絵師として、著名な葛飾北斎の富岳十六景の、神奈川沖波浦の波の造形に影響を与えたとも、言われている。近代明治新後の廃藩地県では、地域は、大滝県、花房県、宮谷県の管轄区域となったが、後に、木更津県、 そして現在の千葉県となった。明治初期の自由民権運動の広がりにより、地域でも、私塾、君等学者を創設した、三島村の井上強らにより、異文会が結成された。1884年11月の泉事件により、関権からの弾圧を受けたが、異文会はその後も、大政翼三回の結成まで戦前を通じて、千葉県政に大きな影響を与え続けた。 暴走鉄道の整備に伴い、泉川川口付近から大原海岸にかけては、東京方面から多くの人々が訪れる避暑地となり、別荘も建てられるようになった。この時期多くの著名人も当地を訪れている。作家、山本雄造は、大原海岸の塩田川川口近くの旅館に登留し、この周辺を舞台にした小説、真実一路を表した。 林文子は、放浪記の中で、被災海岸の情景や人々との交流の様子を、記している。文豪、森外は、泉川の川口近くに別荘を建て、妄想の中で周辺の光景を描写している。外の別荘近くには、外の親友で、陸軍組の過去鶴土、日活の前身であるエムパテー商会など映画事業で、財を成して、中国の革命家、 孫文の革命運動を支援した梅や小吉の別荘もあった。昭和初期には国吉周辺で生産された米は国吉米として東京方面に出荷され高値で取引され皇室献上米にもなった。現在でも泉米としてそのブランドは引き継がれている。現泉市市域に関連する行政区域変八百八十九年四月一日、町村制志行により、 以下の町村が発足。1893年9月22日、国吉村は、調整志向し国吉町となる。1899年12月22日、中坂内村が、調整志向、解消し大原町となる。1900年7月25日、朝日町は解消し、長者町となる。1953年7月1日、長者町と、 中根村が合併し長者町が発足。1954年4月29日、国吉町、中川村、仙町村が合併し、泉町が誕生。12月1日、台東村と古沢村が合併し台東町が発足。1955年3月31日、大原町、東海村、東村と、何和村の大半、伏施村の一部が合併し、 大原町が発足。1961年8月1日長者町と大東町が合併し、三崎町が発足。2005年12月5日、住町、大原町、三崎町が合併し、住市が発足。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると5.78%減の38,594人であり、増減率は 千葉県下54市町村中38位、60行政区域中44位。県政国政いすみ警察署いすみ川流域や大原、何和地区では、粘土質の地質を生かして水田が多く、腰光、房乙女、房小金などが生産されている。なお、いすみ米は、皇室県上米として扱われた歴史を持つほど味、形ともに優れ、早場米としても知られる。 三崎町谷上地区から隣接の市宮町にかけて、梨の栽培が行われている。山間部の里山地帯では、柿キ,キウイフルーツ、シイタケ、タケノコ、ブルーベリー、マコモタケなどの栽培が行われている。温暖な気候を生かし、ハウス、露地栽培の金魚草、食用ナバななど商品植物の栽培も盛んである。土着金完熟対比センターを活用した。 有機の里づくりを目指し、土着菌を利用した有機栽培による農作物の栽培、販売を展開している。大原漁港大原地区の大原漁港を中心に、岩泉漁港と三崎地区の台東漁港などは、泉東部漁業共同組合を形成しており、機械根の漁業資源を生かして、漁協の伊勢海老水揚げ量が日本一となっている。また、タコ漁も盛んである。 いすみ川水系では、川魚の放流も行われている。漁港漁港漁場整備法上の第三種漁港と第一種漁港を有する。地下資源として、南関東ガス電由来の世界有数の要素があり、市西部では天然ガスも含めて非宝化学、合同資源、伊勢化学工業などが冠水から採掘を行っている。平地や人口が少ないいすみ北西部や南部に、比べ、 国道128号沿線は、比較的平地が広く、人口も多いので、大型店が出店しやすいためか、東市内の国道128号沿線には、スーパーセンター、ホームセンター、家電量販店などが出店し、いすみぐ市の経済中心地となっている。本社、本店多く、企業級いすみ町、旧大原町、旧三崎町の姉妹、友好都市は、いすみ市に引き継がれる。 旧大原町及び旧泉町は、泉市となるが、旧三崎町は、泉市、三崎町となる。先週学校千葉県立大原高等学校大原、文化センター高等学校中学校、小学校特別支援学校障害者支援施設、教育施設泉医療センター二次医療圏としては、三部、町政、泉医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。 医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。郵便事業金融機関大原駅中心となる駅、大原駅いすみ市民バスいすみシャトルバス以前は、小港鉄道、千葉中央バス、都自動車の路線が市内駅を運行していたが、現在では、純然たる民営の路線バスは、市内では運行されていない。いすみ市急大原町の文学費は、山本雄三の代表作、 泉市大原の美しい風景や素朴な人情は、多くの文人に愛され、昔から訪れた、文人とたちの足跡が、町内に散在している。別荘、鴨も荘をこの地に建てた、森鴎外はじめ、和歌山牧水、伊武瀬ます前田夕暮れ、久保田宇つ斉藤茂吉、竹久夢二、鈴木慎太郎、宇佐美水、林文子など文人、木閣の心を捉えた。 海水浴上国、県指定登録文化財一覧。ドラマ、映画のロケ誘致に積極的である。正確には、昭和初期に国吉周辺で生産された国吉米が皇室献上米となり、泉米はそのブランドを引き継ぐ形となっている。旧大原町山田から旧泉町内を縦貫、朝鮮郡陸沢町、長南町を経て、 茂原駅前に至る三崎町東中滝の県道152号交点より、三崎橋で泉川を渡り、三崎町中原の県道を229号交点に、至る。ありがとうございます。